随流寺は、岐阜県岐阜市寺,寺,寺町にある臨在修明神寺派の寺院である。三号は、金宝山。臨在修明神寺派の座禅修行のできる専門道場であり、雲水の修行の場である。総門を入ると、参道の右に、随雲院、鶴生院、岩院。左に、天沢院、平木吉院、雲流院の6つの寺がある。一番奥には、 雲水の修行道場である騒動がある。境内には、斎藤明珍時成より、悟る渓谷国氏の墓がある。もともと、この地には、飛鳥時代より、中林寺、厚見寺などと称した寺院が存在し、その後廃寺となっていたという。1468年、美濃国の実権を握る斎藤明珍が、美濃国守護である、時成よりの母大書として建立し、 サトル慶州富国氏を迎えて解散。事号随流は、りよりの法号にちなむ。五花園の上皇より、三号の直学を賜る。1470年に七道伽欄が完成し、土見門天皇により、順次施設に列せられる。美の国終わり国を中心に、東海派全門の古道場として知られていたという。1500年以降は、 サトル京州とミコクシュの弟子たちが臨終制で寺を守っていたが、A64 年に斉藤義達が明神寺派のうち、霊雲派の別元宗が目によって、国内の明神寺派を統制しようとした際にはそれに反対し、十字であった、即伝送藩は、海鮮将吉らと共に、犬山の随仙寺へ一時逃れた。1567年の織田信長の岐阜城攻略。 および1600年の徳川家康の家臣福島正則らによる岐阜城攻略により消失する。1536年に一度目の戦火にかかる。1564年に二度目の戦火にかかる。1600年に三度目の戦火にかかる。1747年に臨終生が途絶え、一時荒廃するが、1806年、陰山前寺により再建される。 1945年の岐阜大空襲により消失する。その後、順次再建されるが、1959年に伊勢湾台風で損害を受ける。その後も再建が続けられる。1992年に本堂が改築され、2005年に耐震補強工事が行われて新聞などにも取り上げられた。岐阜バス、辰田町バス停が最寄りである。徒歩5分。 ありがとうございます。